皆さんこんにちは、マンショーヤです。今日はスマホを使って霊を呼ぶ降霊術というのがあるらしくて、それを今日はやっていきたいと思います。で、本当に霊を呼べるかわかんないんですけど、スマホでやれるということなので、今からそのやり方を説明します。まず部屋を暗くする。そしたらスマホで45219死後に行くを押して電話をする。繋がらないという自動アナウンスが流れたら切る。4回続けた、4回は司会って意味らしいです。4回続けた後に5回目かけると死後の世界に繋がって、その場にいる霊と会話ができるということでした。じゃあ一回やってみようかな。まず45219死後に行く、死後に行く。ご利用方法を確認の上おかけ直しください。わー、切れるんだ。で、これを4回かけます。ご利用方法を確認の上おかけ直しください。次、3回目。ご利用方法を確認の上おか次、4回目。ご利用方法を確認の上おかけ直しください、はい、そうですよね、かかんないです。で、次かけたら霊につながるっていうことらしいんですけど、じゃあやりますね。ご利用方法を確認の上おかけ直しください。かかんないです。なんもないですね。すいません。誰かいますか？聞こえないですね。何も起きないですね。ということで、今回はスマホを使った降霊術をやっていきました。でもやっぱり何も見えなかったですね。なんかどうせだったら霊と話したいなと思ってたんですけど、無理ですよね、そりゃ。多分何回やってもうまくいかないんで、もうこれにこびてこういうのはやめます。じゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。